そうですね、私もこのようになりたいですそうですね、あの、まあ、上を目指しつつでもやっぱりこう魅力のある女性になりたいなと思ってるので憧れです。いつも本当にあの憧れてますなんか告白みたいですみません、なんかありがとう、ありがとうございます受け止めます、ありがとうございます、受け止め持ってもらいましたなんかダメですね、多分あの後でもしかしたら私のブログが炎上するんじゃないかっていう不安が大丈夫ですか、はい、あ、大丈夫、はい、この後あのまたお帰りの際出入り口でご挨拶をさせていただきますので、ぜひ皆さんお越しください。はい、そうですね、受付の方にも CD と先ほどのこちらのポストカードですね、はい、こちらも販売させていただいてます。あのお帰りの際はぜひ受付の方で、はい、ぜひあのかなさんとおしゃべりして帰ってってください。はい、本日は本当にありがとうございました。水木かなさんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。いやあれですね、とうとうラストのアーティストになります、本日は長時間の中、皆さん、アーティストの歌を聴いてくださって本当にありがとうございます。皆さん楽しんでますか？イエーイ、はい、盛り上がってると思います。最後もね、もっともっとさらにもっともっと盛り上がって帰っててください。最後はですね、石井ヘンドリックスさんのアーティストです。はい、ぜひ最後まで楽しんでてください。But I'm choked on curiosity. You're the answer to my question. Come and rescue me. Looking out my window, reminiscing on past times. Your love, sweet honey, the best that I've ever had. I just wanna give you what you're wishing for and more. I'll be on it day and night, I'll be inside you, girl. My imagination runs wild, future thoughts of you and I. All you gotta do is take a little walk around the way. I'll be there, baby, I'll be there. Anytime you want it, baby, I'll be there. Baby, I'll be there. Anytime you need it, baby, I'll be there. You know, baby, the only thing you're missing, baby, is the passion burning in me. I know what you want me to do to you. You know what I need. I don't deny yourself this chance, a chance to be with me. I can show a whole new world to you. Baby, come to me. All right. I just wanna give you what you're wishing for and more. I'll be on it day and night. I'll be
こんばんは。こんばんは。石井ヘンドリックスでーす。どうも。今日は、ボズ、ミュージックのジョイントライブ。はい、非常に長丁場で結構最初の方から見ていただいている方もちらほらと顔が見えますけれども、最初から言う人いらっしゃいますね。はい、 ありがとうございます。本当にね、どうもありがとうございます。このお返しは必ず、どこかで、どこでどこかでこの落とし前は、このライブ頑張ろうよ、このライブ頑張ろうよ、頑張ろうね、頑張ります、よろしく。はい、じゃあ、1曲目、肥後橋を渡る恋。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。あの橋を渡れば君が勤める銀行、昼休みが来たら一緒にランチにしよう。海と野中の島、ビルの上の中華屋さんを、石井ランチ1500円と消費税、部長課長会社の上司には悪いけど、仕事中もずっと君のこと考えている。土佐堀川の流れがきつくても、堂島川が溢れてしまっても、いつまでもあの橋が僕らをつなぐだろう。仕事は順調、は上がったよ。こんな日が来るのをずっと待っていたよ。一緒に暮らそう、二人ならきっと大丈夫さ。合わせという社の銀行もついているし、課長会社の上司には悪いけど、仕事よりもちょっと君のことが大事なんだ。土佐堀川の流れがきつくても、川が溢れてしまっても、いつまでもあの橋が僕らをつなぐだろう。帰り道はナンバーで別になったけど、今日から会わない国庁で乗り換え、一緒に乗り換え、土佐堀川の流れがきつくても、堂島川が溢れてしまっても、までもあの橋が僕らをつなぐだろう。いつまでもあの橋が僕らをつなぐだろう。ありがとうございます。
コーラス&ボーカル藤井千春、よろしく、メインボーカル変動力推進、さあじゃあこの辺りで、他のメンバーを呼ぶとしますか。ではエリー谷口エレキギター、日本人ですか。パーカッション、トミー白石。そして我らが師匠、梶原修吾。いやもうね、楽しくなってきちゃってですね。本当ね、本当。あの普段の我々を知る皆さんは、うん、一体この髪型どうしたんだっていう。その謎はおいおいと。そうですよね。おいおいと。うん、そう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 。あのこの衣装を決めたらヘアメイクさんがとっても面白いことをしてくれまして。そうですね。今日の、あのリーダーの、はい、あれですよね。テーマスーパーサイヤ人。スーパーサイヤ人。爆発な感じでね。爆発ですね。はい、かなり来てます。はい。そしてあなた誰っていう感じの。今一番疑問に思ってるのはその辺に奥さんが。そう、ね。恵子さん。さあ。そろそろ次の曲いきましょうか。持って。OK ですか？はい、よし。次の曲はメインボーカルが変わりまして、チャールに、はい。では、この衣装と全く正反対の静かな曲をやりたいと思います。昔、新宿から出るあのとある私鉄の沿線に住んでまして、その頃のことをちょっと思い出しまして、だいぶ前に書いた曲ですけども、とりあえずっていう曲です。それでは聴いてください。くれば「お疲れ様、こちらはもう駅をと」「返事が届く新宿のホーム」「お疲れ様と返事を打って」「改札を出てスーパーへ急ぐ」「タイムサービス」大きなマンションやコンビニができて
便利になってきたこの街、僕の給料をもっと上がれば、もう少し近くに引っ越せるのにとつぶやけば、働きすぎて体壊すより、私は今のままでもいいわ。子供がいなくてお気楽だなんて誰かが言うけど、こればっかりは口で言うほど簡単にいかないね。できることなら、せっかくついた仕事だから、なるべく長く続けたいわねと君は言う。物価上がるし年も上がるけど、たまには二人でどこか行こうよ。とりあえず今日もお疲れ様、とりあえず今日もおやすみなさい、とりあえず今日も朝が来て、とりあえず今日も仕事して、とりあえず今日も夜が来て、とりあえず今日もテレビ見て、とりあえず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 。ありがとうございます。とりあえず聞いていただきました。なんかちょっとチューニングずれてたんかな、これ。ああそうですかね、我々の石井ヘンドリックスはですね、はい、ちょっとチューニングしてください、はいはい、大丈夫ですか、大きに、で結成20周年なんです、今年ね。そう、イエーイ、ありがとうございます。1曲目の肥後橋を渡る恋っていうね、まあ、結婚式ソングを作って、はい、それをきっかけに、できた。あれ作ったのね、時ね、まだ僕ね23歳とかなんですよね。若い。もう年バレるよね。え、バレるよね。23歳、はい、え、じゃあ 今43歳ぐらいでいいんですか。そうですね、あ、いや、まあいろいろそれはちょっとノーコメントで。あ、ノーコメントですか。いやで、うん、まあ、とりあえずのその引っ越す前のね、千賀で住んでた時にちょっと石井ヘンドリックスは随分ですね、スチュアル家で練習した思い出があって、まあ、あの頃も楽しかったですね。楽しかったですね、うんうん、まあ、というようなことも思い出しつつ、チューニングは OK なんでしょうか。お気に、お待たせしました、はい。じゃあ、いいですか、次の曲。いや次は、先は新宿っていう話が出たんですけど、じゃあそこからちょっと小田急線に急行に乗って一駅ほど行ったところにある下北沢の歌をやりましょうか、はい。21時の下北沢、聴いてください。21時の下北沢で、あの
そな僕の歌を聴いて、いつも笑い転げてくれる君に、今日はどんなジョークから灰色、窓に流れる街を眺めながら、にやりできた。ましたけど、20年も経つと、若い頃にこうテレビよく見てたアイドルとかかっこいい役者さんとかね、そういう人が最近こうよくなくなるんですよね。いきなり少ない話みたいな、これ ネタなんですね。こう格好の割にはなかなかね、明るい方にいかないですね。明るい方、ね、明るい話しないといけない、ね、みんな頑張ってるからイエーっていうふうにしないといけない。まあまあいいんですね、はいはい、今年のあの年の初めにも我々は、まあ、言葉で分かると思うんですけど、関西人なんですけど、の親しみのある、歌手の方が亡くなりまして、ちょっとなんていうか追悼の意味を込めてちょっと若干触りだけ、ね、あ、大丈夫ですか、何かお忘れになってらっしゃるものがございますでしょうか。 T シャツがおかしいかそこに触れましたか「もう一度やり直そうって」平気な顔して今
さらさ沈め振られたんやね。あんたわがままな人やから嘘の一つもつかないで出てったくせに過ぎたことやと笑ってる。あんたを憎めりゃいいのにね。やっぱ好きやねん、やっぱ好きやねん。悔しいけどあかん、あんたよ忘れられん。やっぱ好きやねん、やっぱ好きやねん。もう離さん言うてよ今夜は。深めたいの聞いてください。あなたの大きなその腕が私の指先に触れた時この人かしらその予感が残るな。
なんか石井ヘンドリックスっていうのにここまで僕はボーカルばっかりやってるんですけど、この辺で本来の、ではリーダーの石井ヘンドリックスにちょっと戻したいと思います。よろしいでしょうかリーダー。はい、皆さんビール飲んでますかということが、言い始めると、次はビールが好きな正義の味方を行こうと思ってるんですけども、その前に一つだけ皆さんにお伝えしたいことがあります。この紙やっていただいた誰エリー谷口のお友達で中村さんの英語出ないとダメなんだっけ。じゃあわかりました、私が言います。代官山ベロニカの中村さん、どうもありがとうございました。実はもう超多忙な人で、大阪に支店もあって、で自分はこう舞台のねこういうメイクヘアメイクをやってらっしゃる、で次のお客さんとかもう行ってしまったというね、すごい人にやっていただきました。どうもありがとうございました。じゃI'm not a man.
好きな正義の味方を定期券持って満員電車に乗ってちょっとくたびれてる迷ったりしながら大人にしか使えない武器を持って腹パーがなくなったってあった完全好きな正義の味方をネクタイをして毎朝家を襲ってちょっとくたびれてる迷ったりしながら使えない思って今日も行く決まった。次の曲はですね、東京へ行こうですね。東京今いますからね。東京行こうじゃないね。違うです。で、実はですね、まあ我々、まあ、どちらかというと社会派ロックみたいな曲をね、たくさんやっててですね、受付のところには。うんまあ、今日これからやる曲も含めた5曲が入った政権交代というですね CD を売っております。定価1200円のところ今日はまあ特別1000円かな。消費税分は安くなってます。なってるかな。まあまあまあそんなね設定でしょうもない。でまあ何が言いたいかというとですね、受付で買ってくださいっていうこととですね今年、まあ、知事選があったりしてね、我々私神奈川県民なんで投票行ってないんですけども、皆さん行きましたか？それで、まあ、衆議院選なんかしばらくないというふうに言われてますし、まあ、参議院選もね大体決まってますから大きな選挙はねあるわけではないんですけども、まあ地方の選挙とかっていうのもまあいろんなことで影響あったりしますんで、選挙権ぜひ行使していただきたいというふうに切に願う我々でした。では行きましょう。投票行こう。はい、悪くなってドンとばらまき、借金が膨らんでやがて増税、そんなんが政府なら俺でもできる。才能がないんだか自覚がないのか
誰もがやるっぽかって支持率下落、選挙前にビビって看板変える、そんなんが与党なら俺でもできる、代表自分らで選び出したこないだの記憶もない、君も投票へ行こう、一緒に何かを変えよう、税金払った分だけ口を出して行こう、投票へ行こう、マニフェストなんでそのまんまやらん、選挙前にビビって看板変える、そんなんが与党なら俺でもできる、公約を自分らで出した、こないだの記憶もない、君も投票へ行こう、一緒に何かを変えよう、税金払った分だけ口を出して行こう、雨でも晴れの日でも そして次が最後の曲になってしまいました。で、長い間のこのイベントどうもありがとうございました。でここで私ギターを持たないといけないのでちょっと振り返させていただきます。何者って思うよね。カラフルですね。お楽しみに。これでももったいないね、うん、今日も終わりだよ ね、 終わりたくないよね。終わりたくないね。いや、お客さんも帰りたいっつって帰りたいよね。帰りたいよね。最後なんでみんなあの手拍子足拍子で足どうやって時短だ踏んでもらっても構わない。時短だって、ね、時短だってちょっと待ってくださいね。次の曲はですね、まあ、皆さんあの石井ヘンドリックスをご存知の方はおなじみの俺の税金なんぼやというのをやりたいと思います。
8% にね税金が上がってしまったりして、しますけども、負けずにやっていかないといけませんね。で、ボズライブも消費税前と変えずにチケット代をね変えずに、はい、頑張っておりますので我々中小企業皆さんで応援していただければと思います。どこからも圧力かかってないですよね。圧力かかってないです。全然圧力かかってないですよ。じゃあいきましょう。もう一口、そう、さっきあれでしょ、うん、あのせっかくスーパーサイヤ人になったのに息切れしてたんです。いやそんなことないですか。あのスーパーサイヤ人ね、力いつもより出るんですけど短いんですわ。短いそうカラータイムピコンピコンみたいな。じゃあいきましょうか。古いは逆がっていうんですよね。じゃあよろしく、はい、じゃあ行きましょう。月給なんか引かれとる、なんやねんな、これ住民税。タバコ買うたら税金かかって、エコロジーな俺にも環境税折衝やん。お店で何を買おうてもなんやねんな、これ消費税。車買ったら何遍も税金、走っただけでガソリン二重課税。ああ住みにくい世の中や。わしが稼いだ金やっちゅうね、わしがとこで何があるんじゃ。せやけど悲しいな、サラリーマンちゅうは知らん間に自動的に天引きじゃ。それから払ったことないけど住んでるだけで固定資産で親が死んで悲しいっちゅうね、相続税。ほんま鬼みたいやろ。俺の税金なんぼやなんぼや、なんぼや。次は 10% やって、やめてえな。先生金持ちでえわ。君らにあげたんちゃうね。勘違いは困るやろう。国の未来のために託したんやから、ちゃんと使おてや。彼氏とドライブ行って人気のないものにどんどん入ってっからキャッって思ってたら、工事で通行止め、何やねんこらって思ったら高速で近年ってクマしかおらん道やのに、通ったら料金取るんやって。この間払った税金どこ行ったのね。うん、ほんまショック。キュッ。ちょっと奥さん、無駄遣いしてんのはうちらの旦那だけやっちゃうんやって。ほんま気前のええ国やわ。税金いっぱい使って原発いっぱい建てて地震一発でポポポポンや。ほんまにやりきませんな。池上さん、何とかしてや。俺の税金なんぼや、なんぼや、なんぼや。昔は 3% やったな。銀先生は金持ちでよろしいわ、ほんま。君らにあげたんちゃうね。勘違いは困るやろう。国の未来のために託したんやから、
ちゃんとずっと出会う。皆さん、税金って知ってありますか？今や何こうでも子供から年寄れば払ってんですって。いや全部は年末かやとは言いません。せやけど3月になったら工事多いでしたら、あれ全部予算消化してるっちゅうことですわ。目先の景気のために過去に借金して利子まで払ってんですわ。いやあなたハップねえと思いません？そりゃません。そこのおっさん、いや大きな声では言えんけど、国の借金1000億円あるんですよ。1000億円。いや全部わしの借金ですって。こんな大金誰が使ったんや？明日返せって言われたらトライせっちゅんじゃ。そこの道路、そこの堤防、そこの公民館、そこの滑走路、全部まとめてなんぼやなんぼやなんぼや。この事業増やしすぎ、君の接待なんぼやなんぼやなんぼや。君の豪邸もらったお金で熊手を買いました。なんぼやなんぼやなんぼや。勘違いは困るやろう。ぬくみの未来のため託したいやから、ちゃんとずっと出よう。どうもありがとうございました。お気に付き合いいただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。イシヘンドリックスの皆さんでした。もう一度大きな拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございました。最後やっぱり盛り上がりましたね。はい、たくさんお話を聞きたいんですけど、はい、一つだけ聞いてもいいでしょうか？はい、時事ネタを一ついただいてほしい、いただきたいんですけれども、お願いします。腰が痛いとかもうヘロヘロありがとうございました。20周年ということで、はい、本当におめでとうございます。はい、そうですねおめでとうございます。ぴったり、すごい可愛いですね。ありがとうございます。はい、じゃあお花をいただいたらもう一度感想をお願いします。素敵ありがとうございます。あと一つ突っ込んでも大丈夫ですか？はい、あのその T シャツが気になってしょうがなかったんですけども、はい、これユニクロの T シャツを2つ買いまして、途中で切ってここで接合してみましたいいでしょ、いいでしょ。あの2000円の衣装、2000円、バッチリですそう。これ販売とかはなさらないんですか？手作りなんで2つ買ってきていただければ、私ここガウンテープでつながりますけどじゃあそうです、皆さん T シャツ買っていただければ作ってくださるんですか？そう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 、はい、そんなわけないやんってあ、大丈夫ですよ。上返してください。ほっとくとずっと持ってますからね。そうですね。なんかどうしていいか分からなくなってしまったんで、はい。はい。まあそろそろね、ちょっとお時間が来てしまったので、もうちょっとお話聞きたいんですけども、はい。最後に出演者を皆さん呼びたいなと思います。はい。じゃあちょっと私端っこを失礼します。はい。それでは今日の出演者の方をもう一度スタジオでお呼びしたいと思います。マキさん。はい、石塚あゆこさん、ゆきのさん、東京クジラライダーズさん、トミー&コチョバシスターさん、いっぱいですね
了解ですね。はい、もうちょっとだけ。ゆうこさん、かおるさん、みずきかなさん、はい、そして今日のサポートミュージシャン、三振の岩瀬妙子さん、ギターのトスさん、そしてトミー白石さん、はい、ありがとうございます。全員出演者、ステージのいましたということで、一人ずつちょっとインタビューをね、撮らさせていただきたいと思います。今日いかがでしたか？はい、トップバッターだったんですけれども、ね、はい、はい、でも十分楽しめましたのでよかったと思います、はい、私はファドを歌っているので、またよかったら聴きに来てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、それではじゃあお隣どんどん行っちゃいましょう。2番目に演奏させていただきました石塚愛子と申します。長いイベントですが、最後まで残っていただいて本当にありがとうございました。またこのような機会で演奏させていただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。3番目に、これ順番言わないといけないんですかね歌わせていただきました、ゆきのです。今日は皆さん本当に長い時間ありがとうございました。皆様の貴重な時間をいただきまして本当に感謝してます。またよろしくお願いします。どうもありがとうございました。クジラをかぶって登場しました、クジラライダーズの三浦聖輝です。また次の、かぶり物ネタを考えてきますんで、ぜひまたお越しください。今日はありがとうございました。クジラの被り物をしたベースのまこです。今日は皆さんどうもありがとうございました。ボズミューズ 最高です。ありがとうございます。また皆さんよろしくお願いします。トミーさんは東京土産を買いに浅草の方に行ってしまったので、ちょっと私が代理で素敵な、こんなステージに立たせていただいて本当に光栄です。ありがとうございました。そう、トミーさんはちょっと浅草行っちゃったので、私、トミー&コーチャブルシスターズのシズニーと申します。今日は本当にこの素敵な場所で歌うことができて本当に Thank you so much! I love you! ジュニーです。またどこかの宴会場で会いましょう。Goodbye!私もそうやって喋った方がいいですか？いいですか？はい、ゆうこです。今日はどうもありがとうございました。初めましての方も多かったんですけども、またぜひどこかでお会いできたらと思います。長い間どうもありがとうございました。かおるです。私本当は役者業もやってるんですけども、すごいキャラがいっぱい濃いボズミュージックになってきたなと思って。普通に行きます今日は最後までありがとうございました。はい、新曲も歌いまして、ちょっとなんか思いのほか緊張してるまんま終わってしまったんですけど、思いだけは伝わってたらいいなと思います。また来に来てください。ありがとうございました。皆様長時間ありがとうございました。皆さんと今日出会えたことに感謝して、これからも、ライブ活動頑張っていきたいと思います。また聞きに来ていただけたらとても嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。三振サポートで入りましたタイです。今日は長い間本当にありがとうございました。他のかなさんとか素敵なシンガーの方と、あと他の素敵な楽器のとのコラボレーションというのは三振では本当に貴重な体験だと思います。またこういった機会がありましたらぜひ演奏してみたいと思いました。どうも今日はありがとうございました。石井ヘンドリックスです。どうもありがとうございました。ここで司会に返します。はい、ありがとうございました。そして我らが師匠梶原修吾、本当に今日長時間ありがとうございました。今日もう本
当にこんだけボズのファミリー、ものすごく膨らんできてとっても個性的で、もうみんなのことが僕大好きなもんで、全ての皆さんがアーティストとしてこう自由に、ね、自分の思う道を、ね、広げていってもらえたらなと思って、こういう企画を、作っております。ぜひ、今日、ね、お目当てでいらっしゃった方もたくさんいると思うんですけども、ぜひボズの皆さん、チェックしていただければなと思ってます。で今日はユーストリームを、放送生放送でやってたんですけども、これユーストリームの方に行ったら今日のライブ見れるんですよね。全部収録されたものはまたインターネットの方で見れますので、またぜひチェックしてみていただければなと思います。本当に今日長時間ありがとうございました。今日はもうこれで、終わりますので、お忘れ物ないようにね、よろしくお願いします。はい、はい、梶原さんありがとうございます。本日は本当に本当に長時間長い間お付き合いいただきありがとうございます。これをもちましてボズミュージックプレゼンツジョイントライブ2014これにて終了させていただきます。せーの、ありがとうございます。